こんにちは。今回はレオフォトから出ているこちらの折りたたみミニトレー LCH-1 を紹介します。こちらのミニトレーは三脚などに設置して簡易的なテーブルにするためのトレーです。フルサイズのカメラなどを置くにはおすすめしませんが、フィールドレコーダーやちょっとした小物を置くにはとても便利です。私は数台の PCM レコーダーを持ち歩くことがあるのですが、収録の際にいちいち1台1台三脚などに設置するのが結構面倒なことがあります。そこで良い方法がないか探していたところ、こちらのミニトレーを見つけました。まず折りたたみというのがかなり惹かれた理由です。こういった三脚トレーで折りたたみというのはあまり他では見られないと思います。ここが三脚の穴が開いています。天板用にゴムマットも付属しているので、レコーダーを置いた時などの防振や小物を置いた時の滑り止めなどにもなってかなり良さそうです。例えばこういった三脚のマウントプレートなどをこちらにつけます。私はこんな形でクイックリリースプレートをつけて三脚にマウントしています。結構楽につけることができます。ただこちらマウントプレートをつけると折りたたみはできないので、折りたたむ時にはプレートを取らないといけません。この後開封動画も撮ってありますので、そちらもご覧ください。
いかがでしたでしょうか。こちらのミニトレー、折りたたみができるので日々持ち歩いてもあまり邪魔にならないと思います。ちょっとした時に使えるので撮影機材の一部として持ち歩いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。